予報センターから北海道の大雨に関する情報をお伝えします。先ほど気象庁は網走、北見、そして紋別地方に記録的短時間大雨情報を出しています。こちらアメダスの画面ご覧ください。上紋別で24ミリ、そして遠軽で20ミリ、15時20分までの、アメダスが観測したものなんですけれども、この遠軽町付近では解析雨量で100ミリに到達するような雨が降ったというのが、この気象庁が記録的短時間大雨情報を出した根拠という形になります。ではどのぐらいの雨が降っていたのか、衛星画像の方で見てみたいと思います。こちら南西方向から北東方向に広がる、雲の帯がこう広がっているのが分かるかと思います。動きが東西方向への動きがなくって、こういった方向ですね、北東方向へ雨雲が動いているという状況になっています。その中で特に注目がこちらということになるわけですけども、急速に雨雲が発達をしているといった様子が見て取れます。でこの雨雲の強さをレーダーを重ねた形で見ていきたいと思います。レーダーを重ねて1時間で見たところなんですけども、特にこのエリア、雨雲が発達をしていまして、落雷もかなり広範囲に起きているといった状況になっています。今後の状況なんですけれども、同じような場所で雨雲が次々にやってくるような状況と続きますので、しばらくの間強い雨、それから雨に伴って落雷、突風、こういったものが起きやすい状況、このエリアで続くことになるというふうに見ています。以上、予報センターから北海道大雨に関する情報をお伝えしました。